タイムベースコレクタとは、アナログ VTR において、機械的な不安定さから引き起こされる、時間軸エラーを補正するための機器である。アナログ VTR では、ヘッドやテープの回転、走行に、わずかなムラが生じ、画面上に再生された、再生画の縦線が細かく左右にブレる、じった現象が起こるが、この機器によって、映像信号を操作線ごとにデジタルメモリーに取り込み、 正確なタイミング信号に合わせてメモリーから取り出し再構成することで実家の少ない再生画像を得ることができる。また VTR の再生映像と他の VTR、スタジオカメラテロッパーなどを組み合わせスイッチャーで映像を切り替えるシステムを構成する場合、すべての機器で映像信号のタイミングを合わせないと映像が乱れてしまう。カメラの場合は基準となる同期信号を 同期信号発生器によって作り出し、原録信号としてカメラに供給するが VTR では再生信号をこのタイムベースコレクターに接続し、タイムベースコレクターによって基準となる同期信号に合わせられた映像信号を得ることで、原録されたカメラと同様に映像をスイッチすることができる。テープの磁性体は、ガレやヘッドの目詰まりによって起こる映像信号の欠落を メモリされた信号によって埋めるなどと呼ばれている。放送用、業務用の VTR では必須の機能とされ、筐体内に内蔵されていることが多い。またレーザーディスクにおいては、機構上質とされ、家庭用機器においても必ず内蔵されている。家庭用 VTR では、採用例は少ない。SVHS でも、特に画質重視の高級機に採用例が見られた。 ビデオ戦争において画質面では、ベータマックスは VHS より上だと言われたが、1990年代以降の SVHS は ED、ベータを画質面でも量画したと評されることがある。その理由の一つは、タイムベースコレクターの採用による画質向上である。ハイハチにおいても高級機で採用例がある。また、単体系が映像機器メーカーのともえなどから、 画像安定装置といった名目で製造・販売されている。このような単体機は画質工場というよりは実質上はコピーガードキャンセラーとして用いられた。マクロビジョン方式のコピーガードはダビング時に垂直動機を乱すことで成り立っているがタイムベースコレクターは垂直動機を補正するものであるためコピーガードの機能を無効にしてしまう。現在では マクロビジョン方式以外のコピーガードが普及したため、単なるタイムベースコレクタではキャンセラーとしての機能を持たないが、現在も販売されている画像安定装置においてはタイムベースコレクタの機能を備える機器が多い。ありがとうございます。